イギリス最新鋭空母クイーンエリザベスに F35B ステルス戦闘機が初展開。本日、イギリス海軍が最新鋭の空母クイーンエリザベスに初めて実戦部隊の F35B ステルス戦闘機が展開し訓練を行ったと発表しました。こちらこのような写真が公開されておりますけども、空母に展開したのは イギリス空軍のダムバスターズであり、この部隊はですね、第二次大戦時にドイツのダムを攻撃した部隊が現在もそのまま存続しているものでございます。現在、イギリスは中国が引き起こしている香港問題に対応しようと、香港に 滞在している方にですね、イギリスのパスポートを発行するなど、対策を講じようとしておりますが、このまま香港問題が悪化し、危険な状況に陥った場合、香港にいるイギリス人や、香港のパスポートを持っている方たちを保護するために、こういった空母が中国周辺に展開する可能性もございます。 イギリス政府には、イギリス海軍には、この再支援の空母について、今後も実践的な訓練を行っていただき、まあ、空母を展開せずに、香港問題が解決されれば、それが一番でございますけれども、現状、中国側の動きを見ておりますと、まあ、そういった平和的な解決は、残念ながらほとんど、 期待できない事態になってしまっておりますので、イギリス政府にはこの香港問題について、ありとあらゆる手段を行使する準備を進めていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。